これからご紹介する作品は、ミッシェル・ドラクロワがリトグラフの版画で制作したパリの絵です。タイトルはエアプレーンです。ミッシェル・ドラクロワらしいほのぼのとしたパリの絵で、空には飛行機が飛んでいます。ミッシェル・ドラクロワの子供時代、1940年代にはアメリカのライト兄弟が世界初の有人飛行に1903年に成功してから、飛行機も随分発展していたようです。タイムマシンに乗ってこの時代のパリに行ってみたい気分です。このリトグラフの版画エアープレーンは保存状態も完璧で、シミや焼け、波打ち、色落ちなど一切ありません。今年90歳を迎えるミッシェル・ドラクロワの絵画や版画は、今後多くの作品を望めなくなっています。ナイフアートの巨匠ミッシェル・ドラクロワのコレクターやファンの方にぜひお勧めしたいリトグラフの版画です。